はい、億万長者合宿をご覧の皆様、あ、やっぱりね、最も悲しいのは誰にも知られてない、気づかれてないってことなんですよね。そういう意味で言うと、自分の顔を晒して動画を発信するとかね、顔出しで何かをするってことを恐れていいことは全くないんですよ。肝心なのは、あなたが知られてないことによって、あなたがどんなにね大切なことを知っていても、あなたがどんなね人に必要なことを持っていてもですね、それが広まらないってことなんですよ。で、知られてないわけですからね。で、知られるってことはそのまま影響力なんですよ。で、多分この動画を見ている方もですね、よく出てくる方の話はよく聞くと思うんですよ。でも滅多に出てこない人の話ってあんまり聞かないと思うんですよね、うん、まあそんなもんじゃないですかね。なるべく出ない方が希少価値があるなんていうのは、これね、相当な人のことなんですよ。で、私たちは普通の人なんで、とにかく接触回数を高めていかないと人に信頼されません。これをね、ザイオンス効果って呼ぶんですよ。ザイオンス効果っていうのは、人が危害を加えない限り、接触回数と接触頻度によって信頼関係をどのぐらい強くしていくかっていう、そういうふうな法則のことなんですよね。まあ、そう考えると、家族との関係とかね、友人との関係とか恋人の関係がなんでいいのかっていうと、接触回数が多いからなんですよ。で、女性に対しても男性に対してもですけども、マメな連絡っていうのはね、やっぱり信頼感を抱かせますよね。でも連絡してもなかなか返信が来ないとか、全然音信不通だよって言ったら信用できますかね。そういうことなんですよ。で、私は吉谷さんって毎日動画の放送してるじゃないですか。何かあったらすぐネタにするじゃないですか。多分コメントについたこともネタにしてることがあると思うんですよ。もちろんね、吉谷さんはコメント効果オフにしてますんで、主にはですね、そのドリアカの生徒さんとのやり取りになってくると思いますけども、私も同じなんですよ。気が向いたらコメントに対しての動画を撮ることもありますし、それから SNS でね、やり取りしたところのエピソードを持ってくることもあります。とにかく接触頻度を高めるために、今度は何を使おうかなと思ってるわけなんですよ。で、誰かのコメントを取り上げるってことは、その人との接触頻度がさらに強くなるんで、例えばね、アンチコメントを取り上げたにしても、アンチを書いた方が喜ぶわけなんですよ。で、アンチコメントに対して返信すると、アンチを書いた方が喜ぶんですよ。まあ、ですんでね、アンチコメント、相当面白かったり、相当知恵があるなっていう人のは、私は取り上げますけども、基本的にはアンチコメントがついてるなと思ったら、多分先頭の1文字でもう読まないですね。先頭の1文字っていうと極端ですけども、大体最初の1行ぐらい、最初の1文節だけで分かるわけですよ。この人が何を やろうとしてるのか。それはですね、主には自分が知られてないから、常に動いてる人のメディアに出てきて、そこに乗っかってね、自分のことを知ってもらおうと思っている、まあ、せこい根性なわけなんですよね。あえてせこい根性っていうのは何かっていうと、本当にね、それほどの主張があるんだったら自分のメディアですればいいわけなんですよ。そして、誰の邪魔もないところできっちりとね、自分の主張を貫けばいいわけなんですけども、人が発信するところにね、入ってきてですね、で、そこの他の視聴者さんからもなんか白い目で見られるのを覚悟で書くっていうのは、あまり知恵のある行動ではないと思うんですよ。うん、でもまあね、その人が有名になるってことは、ある意味成功しますし、私もね、それをね、やっていたわけですから、やっていたっていうのはね、アンチコメント書くわけではないんですけど、私の場合はね、応援コメントですね。質問したりとか。だからこれはね、懐かしい話になるんで何回も出しますけども、私がもともとね、吉谷さんがプロデュースした、もう2012年ぐらいのことですけども、電子書籍とかね、スマホアプリっていう教材があるんですけども、そこにはですね、フォローアップのライブ講座っていうのがあったわけですよ。そのライブ講座にいつも出てですね、毎週だったかな、毎月1回だったかな、毎週だったですかね、なんかあるんですけども、水曜日かなんかに、その必ず行って、そこにコメントを書いて応援したりとかね、むちゃくちゃためになりますみたいなのを書くわけですよ。そしたらそのコメントが、あ、視聴者さんからコメントが来てますっていうふうに読まれるわけですね。なるほど、広島の久保さんからですみたいな感じで、いつもいつも読まれるんで、その同じ視聴者の中で広島の久保っていうのが有名になるっていうね、そういう作戦を使ったことがあります。で、しかもですね、好意的な文章とか勉強になったってことを私がコメントするもんですから、他の人も、あ、勉強になるんだこれっていうふうな形で、どんどん前のめりになっていくって効果が得られるわけなんですよ。で、余談なんですけども、私ね、マトリックスアフィレートっていうね、まあとんでもない詐欺コンテンツを買ったことがあるんですよ。これね、総額100万ぐらいするやつなんですよ。で、そのセールスにかかった人はもうね、今どこに行ってんのかな、セールスをしてる人とその情報を売ってる人がいた、そのコラボでやったんですけども、まあ、私はね、100万円ぐらいをぶん取られて、まあこのね、お二人は儲かった儲かったでよかったんでしょうけども、もう金返せよって話なんですよ、はっきり言ってね。でも私は金を取り戻したんですよ。どうやって取り戻すかっていうと、そのコミュニティの中で、速稼塾の久保、まあ速稼塾っていうのはすでにね、もうその時はありましたんで、速稼塾の久保ですってことで質問むちゃくちゃしたりするんですよ。で、目立つんですよね。そうすると、そこのコンテンツ買った人から、速稼塾の久保さんってあの久保さんですかって聞かれるんですよね。で、そこがドローンして誰も責任取らなくなった時に、私がね、出て行って、まあ、速稼塾で取り戻しましょうっていうわけですよね。で、速稼塾の生徒さんになるみたいなこともあるわけですよ。まあ今はね、それあんまりいい方法じゃないと思うんで、人の心の隙をついてね、うちに入りましょうみたいな、私はあんまりいい方法じゃないと思うんで、やりませんけども、ただね、なんか、
やり方はいろいろあるってことなんですよ。常に人と知り合ったら自分のことを覚えていただくとかね、それ非常に大事なことなんで、なるべく顔出しをせずにとか、なるべく自分でバレずにっていうのは、それはね、なかなか儲けから遠ざかる話なんで、どん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 出ていったらいいと思いますよ。大体私たち持たざるものじゃないですか。失うものないわけですから、進むしかないんですよ。あとはね、登るしかないんですよ。失って困るものって何かありますかね。それは信用だと思います。信用はどうやって失われるか、それはあなたが顔出しをしないこと、出ていかないことなんですよ。これ以外にはないと思います。顔出しをせずに、自分の名前を出さずに信頼関係が抱けるとしたら、多分もうお金に困ってないですよね、ということなんですよ。私はそういうふうに思ってやっておりますけども、皆さんいかがでしょうか。それでは失礼します。